未来の知恵。子供が片付けない、片付けろじゃなくて、ここにあるおもちゃをそこの箱の中に運んで、成功は技術なんだ、特別な人たちのものではないんだっていうのを証明したかった。なんかの勉強したいんだけどできないって言った時に、その本どこにありますか、家のっていうと、本棚のどこかとか、お互いに言いたいことと相手が言ったことを自分の概念で捉えて、分かったってやるけど、相当すれ違って生きてるなっていうのを感じるんだよね。